皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、切れた 12V 用電球を復活させる電球の LED 化の自作実験をご紹介していきたいと思います。皆様、車やバイクで電球が切れたことってありませんか？長く乗っていると必ず何度か遭遇すると思います。 12V 用の電球ってかなりの割合で未だに白熱電球なんですよね。白熱電球って効率もすごく悪いですし、寿命も短いんですよね。私の以前からの思いとして、この手の電球は全部 LED にしたいなと思っていました。もちろん今でも非純正なら 12V 用の LED 電球もたくさんあるんですけど、これらって結構いいお値段がします。まあ1個1000円以上とかザラなんですね。そこでこの手の 12V 用電球を自作できたらすごく倹約になるんじゃないかと思ったんです。私の動画でもご紹介しているように、 LED って今や激安ですよね。私が今回作ろうとしているものも100円しないぐらいでできるはずです。しかし、これらの電球って大きな注意点が結構たくさんあります。今回は電球の仕組みとは、 LED でどうやって作るのか、問題点とは何なのか、調査と実験を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。さて、今回の自作実験でまず最初にお話ししなければならないのが、車やバイクの電球類、灯火類とも言うんですが、それらを自作するときは灯火の種類ごとに存在する保安基準に適合してないとダメなんです。保安基準とは一体何なのかというと、安全な走行のために定められた明るさとか色とか方向とかですね、そういった基準が厳格に決まっているんです。当然、最初からついていた電球を交換したとしても、それらの基準は満たす必要があるんですね。電球を自作すること自体がダメというわけではなくて、純正品以外に交換したり自作したりする場合は保安基準に注意する必要があるんですね。保安基準といってもすごく複雑なので、全てはご紹介しきれないかもしれませんけど、できる限りご紹介したいと思います。さて、今回自作に挑戦する電球はこちらの S25 シングルというタイプですね。なぜこれを選んだのかといえば、私の家に古い電球がたくさん転がっていたからです。この電球は車やバイクのウィンカーとかバックランプ、ブレーキランプ、テールランプなんかに使われていますね。そしてこのタイプの電球を LED 化する方法とは、ズバリ古い玉切れした白熱電球を流用するのは簡単だと思います。最悪まだつくものを使ってもいいですけど、ちょっともったいないですね。しかし、これガラスで覆われていて中をいじることはできません。どうするのかといえば、これ外側のガラスを割ってしまいます。この電球のガラスというのは白熱電球のフィラメントの保護用ですから、フィラメントのない LED ではこのガラス自体が不要なんですね。放熱面を考えると、むしろない方がいいぐらいです。さて、電球をどのように割るかといえば、このような布みたいなものでくるんで、その上から金槌で軽く叩きます。まあ硬いものだったら何でもいいんですけど、今回はペンチのここの尖ったところで割ってみたいと思います。いきます。あまり強く叩きすぎると中のフィラメントまで吹っ飛んじゃうんで、軽くでいいです。こんな感じで割れました。本体側に残ったガラスを剥ぎ取ります。なお、ガラスは鋭いので怪我に注意ですね。中央のフィラメントを取り除きます。これ引っかかっているだけなんですけど、まあちょっと剥ぎ取る感じですね。簡単に切れてしまいます。なお、白熱電球には極性が存在しませんけど、 LED には存在しますよね。この2つの線のうち、どちらがプラスでどちらがマイナスなのか確認しないとダメですね。こっちがマイナスですね。
右側がプラスです。ほとんどのシャスではこのソケット側がマイナスで、ここの中央の端子がプラスなんですけど、すべてのシャスでそうかはちょっとわからないんで、一度確認をしてみた方がいいかもしれません。そしてここに仕込む LED ですけど、これは使用する箇所によって保安基準が異なりますので注意が必要です。 S25 タイプで使われそうなものを調べてみました。それがこちらになります。詳しくは読み上げしませんけど、こういった感じで基準が決まっています。なお明るさは何ルーメン以上とかそういった規定にはなっていないですね。ですから実際検査するときは、まあ、例えば車検のある車とかだったら検査員の方に見ていただいて目視確認となりますね。明るさに絶対的な基準がない以上、検査員の方が見てこれはちょっと明るすぎだろうとか、これはちょっと暗すぎだろうとかいうのがあるので、まあ常識的な範囲の明るさに収めることが大事です。あと LED で問題になるのは、ウインカーで使うと点滅間隔が早くなってしまうハイフラッシュ現象というのがあるので、点滅間隔は基準を満たしていないと NG ですね。ちなみに基準は 60Hz から 120Hz までとなっています。あと LED で問題になりがちなのは背光ですね。 LED は直進性が高いので、背光が白熱電球とは若干変わってきてしまいます。これも厳密には結構難しい問題ですが、 LED に変えたことで背光がめちゃくちゃになって、あまりに明るいとかあまりに暗いとか、または周辺に光が漏れて周りの交通の妨げになるなどしていれば NG となる可能性がありますね。今回は背光重視でこちらの激安の LED テープを使ったものと、明るさ重視でこれも激安の LED を使った方法を試していきたいと思います。まずは LED テープを使った方法を試していきたいと思います。詳しくは以前の動画を見ていただきたいんですが、これワンセットで 12V ちょうどなんで、簡単に 12V 用として使えますね。ここに 12V プラスとマイナスつなぐだけです。ただこれだけではいかんせん光量が足りませんので、何個も用意します。とりあえず8個でやってみます。これ片側にプラスとマイナス端子が両方ついているので、片方を切り取ります。まあこういった感じですね。反対は逆を切り取ります。8並列で使いたいと思いますが、あとはこれ曲線を間違えないように全部並列で接続すればいいんですが、列がずれやすいのでセロハンテープで仮止めしたいと思います。できるだけ寄せた方がいいので、少し重ねて貼るのがコツですね。予備判断します。ジャンパー線でジャンパーします。全部くっついたんでセロハンテープを取ります。
あとこれ裏が両面テープになってますので、まあつけたままでも問題ないかもしれませんけど、一応剥がしておきました。ある程度丸く仕上げましたんで、あとはこちらの電球に接続していきます。このフィラメントがついていた部分、針金になってまして、ある程度自由に曲げることができますね。少しちょっと開いて、接続しやすくします。あまり何度も曲げると折れちゃう可能性がありますので注意ですね。なんかやたらとでかくなってしまいましたけど、なんとかできました。一度点灯させてみたいと思います。消費電力は 1.5W ですね。こちらは 20W 以上ありますね。いくら LED の発光効率が良いからといって、さすがに 1.5W では 20W の白熱電灯よりは暗いようです。まあこちらも用途によっては使えなくはないかもしれませんけど、さすがにちょっと暗いと思いましたんで、こちらで今度は試してみたいと思います。なおこちらの使い方は超簡単で、制限抵抗をつけて接続するだけですね。制限抵抗の値で明るさも自由に調整できます。今回は10オームを使いたいと思います。裏面にショート防止のためにカプトンテープを貼っておきます。こちらも早速光らせてみたいと思います。明るさ自体は全然良さそうですね。 2.3W 近くあります。スマホの照度計アプリで 30cm のところの照度も測定してみました。こちらの LED は約600 lux、 白熱電球は 360 lux、 最初に製作した LED は約 160 lux でした。こちらなら光量は問題なさそうですね。ただしこちらの LED、面発光なので、このように裏側から光源は見えないですね。リフレクターの形状とかによっては背光に問題が出る可能性もありますけど、こちら側は180度光っていればほとんど問題にはならないのではないかなと思います。次にもう一つ、S25 というタイプにはダブルというのがありまして、微灯とブレーキランプを兼用しているものがあるんですね。これ中のフィラメントが2個入っていて、端子も全部で3箇所あります。微灯用の小さく光る方とブレーキランプ用の大きく光る方があるんですね。これ端子の割り振りを調べました。ソケットがマイナスなのは同じなんですが、まあ、ここサイドにボッチがあるんですが、ボッチの高さが違いますよね。この向きでこちら側がブレーキランプ側、ここが微灯側ということになります。そこまで分かれば話は簡単で、このように制限抵抗を2種類つけて、明るい側と暗い側それぞれ作ってやればいいんですね。ダブル球も DIY することができます。なぜかフィラメントの端子が5本ありましたけど、こちら側の2本がグランドで、左側が小で右側が大でした。あとはこういう感じでハンダすれば OK ですね。
ちなみにこの LED、なんか静電気にめちゃくちゃ弱いみたいで、素手で触っていたら結構すぐに壊れてしまいます。2個ぐらい壊れてしまいました。なんか最初熱かなと思ったんですけど、どうも静電気みたいですね。静電手袋をするようになったら全然壊れなくなりました。接続は終わりました。すいません、ここの部分テレコになってました。左が大で右が小でした。ちょっと点灯してみます。まずは小から。小、大、小、大、いいですね。ちなみに微灯とブレーキランプが共通の場合は、法律で微灯とブレーキランプの明るさの差が5倍以上ないとダメです。これで測定してみましたが、明るさは5倍以上になってました。いかがだったでしょうか。今日は激安でできる 12V 電球の LED 化の自作実験についてご紹介しました。これこっちはちょっと実践投入厳しいかもしれませんけど、この2つは全然いけそうですね。なおこれ力がかかったりするところではないので、このままでもよほど大丈夫かもしれませんけど、振動とかで断線したりする恐れがあるので、この裏の部分をエポキシ樹脂で補強しておきたいと思います。私ちょうどバイクで電球が切れているので、これを早速実践投入してみたいと思います。最後に繰り返しにはなりますけど、最初にお話ししたように、こちらのような LED 電球の DIY は車種によっては保安基準を満たさなくなってしまう可能性もありますので、もし自作される方はご自分でよくよく保安基準を満たしているか確認するようにしてください。自作するからには爆光にしたい気持ちもなくはないですけど、ほどほどの明るさにしておいた方が良さそうですね。もし今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルでは、いろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしこういったことに興味がある方は、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回、さようなら。